はいどうもこんにちは、こんばんは。今回はね、十二神王編第1章の、ボックス開封やっていきたいと思います。今回もね、前と同じく6ボックス、買ってきたんで、開封動画をね、はい、撮っていきましょう。動画にするのは多分3ボックスぐらいかなと思います。うん、そのぐらいで多分ちょうどいいぐらいだとね、僕は感じてます。で、まず今回1箱目ですね。この動画では開封していきましょう。最後の方にね、並べてあったりするんで、ね、アソート関連とか見たい人はそちらの方を見てください。で、まずボックス。はい、開ける前に表紙。で、裏側が、グロリアスですね。はい。なんか珍しく一つのスピリットしか書いてません。うん。で、今回、北斗関連の、再録があるんで、多分、ね、前と同じような、ノーマル枠を、ね、削って入ってきてくれると思ってます。でボックス開封なんで、ダブル X を、ね、狙って、ゴッドゼクス、はい、ゴッドゼクスを、当たれば勝ちだということでやっていきましょう。でまず1パック目、はい、まず1パックですね。まず1パック目はこちらから。ビッグホンガード3コス2軽減初めてかな僕は。はい。でこれ後で気づいたんですけども、珍しく剣士ですね。系統剣士、懐かしい剣士が持ってます。でまず1枚目がグロリアスシープ、はい、出落ち感で、グロリアス、シープ白 X、はい、封印持ってますね。ライフが減らないよっていう、はい、相手によってライフが減るときに6枚デッキを破棄するとライフが減りませんっていうスピリットです。これが1枚、はい、1枚です。で、ダブル X が入ってるんで、おそらくエムレアが4枚出るとダブル X が出ないと、エムレア3枚だとダブル X が入ってるっていうような感じだと思います。前と一緒なら。はい。で2パック目、気候魔人イマジンブレイブ白5コス4軽減ですね。超装甲持ってますよと。これが1枚マスターレア、違うね、レア、はい、白レアです。で3パック目、ちょっと見えてないのかな。はい、3パック目のレアが、はい、色魔人とかね、キングチーター、はい、キングチーターです。グロリアスシープで、グロリアスシープの効果でデッキから落ちたら、召喚できる効果を持っている S バーストですね。アタック後のソウルバーストスピリットです。8コストで、次4パック目支援キリン、うん、支援キリンですね。で他がね、エンペラードローとかいいよね。でオーシャンエナジーの、アメジストライディーンですね。はい、紫レア。そして5パック目、はい、5パック目です。奇獣モード、これは初めて見ましたね。召喚時デッキから、召喚時相手のモンスター一体を手札に戻します。封印時シンボル追加、お4コストでダブルシンボルになるスピリットになってます。で次が、あ、ドリアンですね。ドリアン27世ドリあ、じゃあドリアンじゃない、ドリアル、ドリアルバ、はい、27世です。黄色の X、 はい、黄色の X、とりあえず X 出ちゃいましたね。で、次が6枚、6パック目のやつが、はい、ドラリオン赤レア、はい、召喚時6000、5000以下2体破壊ね、はい、でその効果で破壊できたら確かブレイブが出せる、うん、出せるスピードになってます。5コス3軽減なんで悪くない軽減数で簡単にね召喚できます。で次がクーリンとか、ここら辺も見てるのかな、はい、北斗七星竜紫、はい、紫北斗、いいね、かっこいい、エリフ加工ありで、イラストが新規イラストになってます。で、8個目ですね、8個目、はい、スピンクス、ダイナーソード命お豚、なるほど。で次が、メインドルフ、はい、白レア、はい、メインドルフです。で9個目ね、今のところ
なんだ、ハズレパック、あれが出てないですね。全部光ってます。で次が9個目で、9パックが、はい、天翼樹、はい、早朝サポートのネクサス、ちょっと見切れちゃってるかな、はい。でラスト、左側ラストで、左側ラストは、はい、エムレア、大黒源、7コスの大黒源ですね。はい、ちょっとずらそう。はい、でも、まあ、左側以上で、次が右側ですね。うん、見えてるのかな。はい、次が右側、今のところ X2 枚出てしまって、北斗1枚で、エムリアが1枚かな、うん、ね、まあ、X 出ちゃってるんですけど、まだエムリアが1枚なんで、ダブル X の可能性はまだまだあるという感じで、はい。キメライオン、これ初めてかな、僕は。召喚時デッキから2枚ドロー、その後手札を1枚、ステルゴコス3軽減のスピリット、はい、レアカードで、2パック目いきますね。2パック目のやつが、はい、名所、はい、十冠鬼人、なるほど、お、あ、来た、はい、北斗、はい、白北斗、はい、かっこいいね。前の白北斗のイラストはちょっと個人的にはあんまり好きじゃなかったんですけど、こっちのねイラストはいいですね、かっこいい。はい、3パック目、3パック目のやつが、はい、シルフィードハスキーレア、はい、召喚時4コスト以下全部拾う、おお強い、3コスト2軽減、4コスト以下全部拾うっすね。うん、で4パック目、はい、スノーマウス1万5000か、アタック時プラス1万5000、強くねっていうね、1コス1軽減で封印時プラス1万5000、はい。でサーキットプリンセス、トリックスター、はい、エムレアやってます、6コス3軽減、いいですね。トリックスターの新しいやつで、召喚時トラッシュにあるマジックカードを回収で、ソウルコアを使っているとブレイブカードを回収、はい、できます。で5パック目ですね、はい、5パック目、はい、アマルディ、はい、召喚時デッキから3枚破棄、その後トラッシュにあるブレイブカードかアマルディ以外の紫のスピリットカードを回収できます。はい、スピリット回収、デッキ破壊してスピリット回収、まあ、デッキサーチみたいなねことができます。で次が、はい、イエローさん、7コス4軽減、イエローさんですね。でエムレアが2枚、はい、多分、はい、エムレア2枚ですね今のところ。で次が、はい、シャーガ、はい、エムレア1枚です。で残り3パックで、もうエムレア出ないのかな、どうだろう、はい、マンティスロー、レアカードで、次が9個、9パック目、はい、右側9パック目、はい、グレイサス1枚、レアカードで、ラストですね、はい、ラストは、はい、エムレア、はい、パティシエルです、いいですね、バースト、はい、まあ、うん、はい、今回 WX 出ませんでした、ね、こんな簡単にはね出ないよね。で当たったカードが全部レアカードで、はい、今回ノーマルパックありません。北斗が2枚、白と紫が1枚ずつで、レアがグロリアスシープと、ドリアルバ、はい、27世が1枚ずつで、マスターレア3枚ですね、4枚、はい、大黒源と、トリックスターとパティシエールと、シャーガーも4枚、まあ、多分ね、ダブル X はここの1枚がダブル X 枠に変わります。はい、でレアカードが残りなんで、12枚かな、はい、12枚
レアカードが12枚の M レア4枚の X2 枚のキャンペーン2枚ですね。はい、こんな感じでした。はい、で、収録枚数は。はい、まあ、今回ね、狙ってたのがこのグロリアスシープもいいんですけど、はい、紫X とかね、あっちが出なかったんで、まあちょっと個人的には微妙かなと思います。はい、ということで今回は1箱目の、第1章の開封動画でした。